ガーリックバターさん、これもやばいですね。美味しそう。いただきます。休日を過ごしてます。今ここにいるよ。ここにいるよ。海ひーちゃんと一緒。うわ、なんと近い。びっくりした。めっちゃ近すぎてびっくりした。はい、皆さんこんにちは。今日は2022年11月、15日火曜日ということで、今日は私の休日の日です。で、今日はちょっとお友達とね、英語の先生とランチしようっていうことで、お茶する場所は決まってて、ランチする場所もさ、この近くでやろうっていうことで、で、近くにさ、あのイタリアの食材店ができたんですね。兼カフェみたいな。そこにさ行きましょうみたいな、行くか、まあ、違うね、いつものところに行こうみたいな話をしてたんですけど、なんとめっちゃ近かった。すっごい。そして相当混んどる。じゃあちょっと椅子もあるってことか。なるほど。でも今日はさ、ちょっと違うところに決めちゃったので、明日来よう、明日来ようと思います。ここだったら一人でも入れそう。めっちゃ混んどる。で、あっちがさ、すぐそこがライスファクトリーさんで、花子はビール工場、ここがイタリアで、今日行くところは全然ね、宣伝とかしてないけど、めちゃくちゃ美味しいよってね、おすすめされたお店に伺います。すぐそこなんですけどね、今日はもう近所で、ご近所で済ませてます。めっちゃ盛り上がっとったな。それにしても、あのイタリアの食材店さん、カフェなんだろう、めちゃくちゃ気になりますね。で、今日は風うるさいかな、大丈夫かな、アロハベイクさんの隣のカカアコケータリング、あれ何だったかな、カカアコケータリングさん、違う、なんかカカアコなんとかケータリングさんっていうお店に伺います。もうローカルに大人気らしくて、そう、私もね、ここにあるなってことは知ってたんですよ。のアロハベイクさんにさ、行くときにさ、隣にもあるったいと思って、だけどそんなにいいとはさ、知らなくて。あと10分ある。あ、なんかここもできるじゃん、これ。なんかできるよ、これ。なんだろう、なんだろう、ここもなんかできますね。あれ、ここ、あ、ここじゃない、あ、ここ。あ、ここ、ここ。カカアコマーケットケータリング。ここ、ここ。あ、風が強いかもしれない。どれにしよう。お値段もめっちゃ安い。感じですね。なんかね、この、何だったかな？何かセットが美味しいんですって言ってて、どれだったかな？シュリンプとステーキだったかな。気になる。ステーキサンド、ステーキチーズサンドイッチ、チーズサンドイッチ、ガーリックバターサーモン、これもやばいですね。めっちゃ美味しそう。いただきます。やってるかな。え、閉まってる？今日満点。あ、ダメなんだけど。ご飯
れると思ってんのかな。絶対思っとる。かわいい。でも本当そのバッグ可愛い、大好きです。よかった。Oh, how I wish we could go back again. I've decided it's been too long, baby. Reaching out to touch your heart. Hope for a maybe. I get a one-way ticket down the memory lane. There are two hearts beating. Nothing will ever be. 久しぶりにサンセット見るかも、海の。うん。今ね、そう今日お昼、ランチ行ってきて、でちょっとね、海サンセットを見に、あと写真をね、写真を撮りに行ってっていう言い方もちょっと大げさなんですけど、そう、私とね、その英語の今教えてくれる先生のプロジェクトをまだね、こう発表してなかったので、その発表をするための写真をちょっとね、撮り行こうってなって撮りに行ってきました。それはそうと、ちょっとそのね話はまた明日にでもしたいんですけど、今日はさ、その紹介してもらったお店のオーナーさんとなんかすごいいい感じに波長があって、そう、そこはさ本当に、まあ、近所にね、このワードのエリアにあるんですけど、めちゃくちゃローカル価格だし、ボリューム良くて美味しくて、もう本当愛情こもってて、人柄がね、まずむちゃくちゃ良い。もうすっごいファンになったし、そこはケータリングもされてて、プライベートシェフもされてて、あとコーヒーショップも持ってるって言ってたかな。いや、もう理想が過ぎると思って、でさ、いつかさ、なんかいろんなことできたらいいね、みたいな感じで話で盛り上がって、でも私は英語についていけず、チーンみたいな。これでもっと話せたらいろんな幅広がるんだろうなって思いながらさ、でもなんかそうやってさ、少しずつでもコラボの話をさ、いただけて、嬉しいんです、本当に。やっぱこう自分が出れば外に出れば出るほど、人に出会えば出るほど、いろいろつながっていくし、いやー、なんか本当もう最近すごい勢いが良い。なんかで、ね、楽しい。もうやりたいことがありすぎて、今日はね、もうほぼほぼ半日ぐらいその英語の先生とね、もう今日は授業って感じじゃなくて、お友達としていろんなお話をして、未来のことだったりとか、まあ、最近の近況なんかをね話してたんですけど、もうさ、先生もねやりたいことがたくさんあって、もうそこに向かってすっごい努力してて、そうだって慶応生ですよ。でそっからこっちのさ大学院に入って、でも見た目もめちゃくちゃ可愛いし、すごい神様って贔屓だなみたいな思うわけですよ。そうでもね、その子の努力でしょうがね、ほんとすごいなと思って、もうね話が止まらなくて、なんかもういろんなねやりたいことがね私たちがありすぎて、でも一個一個ね叶えていこうみたいな感じでね、今バイバイして、で私はと言いますと、あ、やばい、今日ずっと車乗ってたと思って、めちゃくちゃ今日は近所しか歩いてないんですけど、そう、近所に行くのも全部車だったから全然歩いてないと思って、今なのでちょっとねお散歩に行こうと思って、どこに行こうかな、ちょっと今日はワイキキには行きたくないので、このアラモアナセンターか、アラモアナセンターをブラブラしようかな、それかちょっとウォルマートに用事があるので、ウォルマートに行こうかなと思っています。でもこう暗くなっちゃってさ、日が落ちちゃったから、今どんな風に撮れてるかがわからないんですけど、てか撮れてるかな、ちゃんと大丈夫かな。でも今日も本当に素晴らしい出会いをありがとうございましたという感じで、これをね、このチャンスを生かせるかどうかは自分次第ということなので、マジで磨いていかなな、上がっていかな、いけんなって思ってます。
わらずのアラモアナセンターに来ました。変わってるかなってもうほぼほぼ毎日のように通ってるから、この通りなんか変わってるものあったかな。みんなに新しいものを見せれたらなと思うんですけど、このクリスタルのお店新しい。ここ、あとね、ウクレレ、そういえばこっち側のちょっとこちら側サイドのお店が新しい、ウクレレ屋さんでも新しいですね。ここはちょっと前か。クリスマスまで39日。39日。あっという間だ。あ、なんか緊張してきた。というわけで、ちょっと全然ここでの撮影がなんか映らなそうな予感がする。暗いな、思った以上に暗いので、これちょっと見えない可能性がすごく高いので、終わりにします。また明日続きというか、また明日にしようかな。というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっとわけわからない最後になってしまいましたが、とにかく今日も私はすごくいい出会いがあって、すごくなんか、いいこと、これからいいこと、つながりそうなことも起こりそうという感じです。あとね、英語も本気で頑張らないとなっていう思いも今日したし、先生ともう一度誓ったし、頑張っていこうと思います。明日からね、レンタカー屋さんの仕事も始まるので、全力投球で行きたいと思います。ではでは、そんな感じで皆さん、また明日、バイバーイ。さあ、今日もセホラに行きましょう。歯磨き粉。